石川幸子は愛媛県四国中央市出身の元バスケットボール選手である。ポジションはフォワード。178センチメートル。花の78年組の一人。脱毛症により一時期スキンヘッドとなっていた。新居浜商業校から指導していたコーチの転勤に伴って甲子園学院校に編入学。3年時のウィンターカップでは準優勝した。卒業後、 1997年にシャンソン化粧品に入社。2003年に先発に定着した。2004から05シーズンの5年ぶりとなるシャンソン優勝の原動力となる。2005から06シーズンによりチームのキャプテンに就任し、レギュラーシーズン、プレイオフ全試合出場で連覇に貢献した。2005年にはアジア選手権の日本代表にも選出されている。 2008年の北京オリンピック最終予選の代表候補にも選ばれている。2009年春にシャンソンを退団。スペイン一部リーグのイビザに練習生として加入していたが、2010年2月17日にスペイン2部リーグのクラブコンケルに入団した。日本人選手としてヨーロッパのリーグと正式契約をしたのは加藤隆子がイタリアリーグでプレーして、 以来となる二人目である。同年5月、チェコで9月に行われる女子バスケットボール世界選手権日本代表候補に追加招集された。最終メンバーに選出され6年ぶりとなる代表復帰を果たす。2010年12月、中国女子バスケットボールリーグの雲南局安市立族と契約。同リーグの日本人選手は花田優衣に次いで二人目。 2012年2月引退。引退後は、母親の実家がある、岩手県北上市に在住。NPO フォルダ所属バスケットボール指導。2015年、日立ハイテククーガーズのアシスタントコーチに就任。パワフルな攻防、安定したディフェンスを持ち味としている。ありがとうございます。